けで回しをします。塗って効きます。ヘアグロン新宿東口
01204506555。赤ひげ薬局。この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いください。ここで鉄道の情報です。東急田園都市線田名駅で発生した人身事故の影響で、あざみ野から長津の間で運転を見合わせております。東急田園都市線田名駅で発生した人身事故の影響で、あざみ野から長津の間運転見合わせです。運転再開は午後4時半ごろを見込んでおります。ご利用の方ご注意ください。まもなく4時の時報です。商工通勤の個人向け定期預金マイハーベスト、ただいまお得なキャンペーンを実施中。商工通勤が4時をお知らせします。TBS ラジオ D キャッチニュースランキング。デイキャッチニュースランキング、この時間は CSP セントラル警備保障他各社の提供でお送りします。はい、4時を回りました。改めましてこんにちは、荒川京平です。こんにちは、片桐千秋です。本日のニュースランキングの順位が出ました。今日は品川でビジネスマン、阿佐ヶ谷で奥様方、下北沢での奥様方、はいですね。若者です。原稿が間違ってました。下北沢では若者、はい、合わせて100人の皆さんにお答えいただきました。インターネットでの投票も合わせますと、今日は768人の方にニュース10項目の中から関心ある3項目を選んでいただいております。では本日のランキング一気にご紹介しましょう。10位、マンション・アパートなど賃貸住宅の不具合、消費者庁に6年で653件の情報が寄せられていました。9位、赤坂の議員宿舎、4月からの家賃を値上げし月額およそ12万円に。8位、白血病の生徒が授業中に体調不良を訴えるも教師は保健室に行かせず、藤沢市の教諭の言動が問題になっています。こちらリスナーのネット投票では高い関心を示しています。7位、商社大手の三菱商事、1954年の創立以来初めての赤字転落。6位、一部高速道路の最高速度100キロから120キロへ引き上げ、警察庁が方針。調査です。待機児童問題、若者の投票が高く関心を持っているようですね。4位、アイシェルに参加しようとした日本人男性、トルコで拘束、今夜にも帰国か。3位、父、母、中学生の息子で覚醒剤使用、静岡県の親子3人が逮捕されました。2位、週刊新潮で5人の女性との不倫が報じられた本崎博忠さん、ホームページに謝罪文を掲載しています。特に阿佐ヶ谷の奥様方、ほとんどがその乙武さんのニュースに関心を示しているようです。1位、ベルギー連続爆破テロ、自爆した3人のうち1人はパリのテロにも関与か。はい、今日木曜日のスタジオでキャッター、評論家の山田五郎さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。今日のランキングをご覧になって、どんな感想をお持ちですか？ねえ、本当、滝さんのこれ驚きましたよね。はい。しかもなんかご自分から、いや、5人いましたとか、はい。おっしゃって、岡田斗司夫みたいなことの、ああ、なんか世の中がいろんなことが壊れてる感じがしますね。はい。そして、奥様もね、あ、見たりしてねえ、必要なのかなって、ねえ、はい、ランキングでも高い関心を示しているようですけれども、さ、後ほどまた五郎さんにはコメントを頂戴してまいります。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。そしてですね、五郎さん、ちょっとこんな木曜日になるとまたかよと言われるんですが、ベイスターズですか？申し訳ない。まさかベイスターズですか？ベースボールサミット、やっぱり横浜ベイスターズが好きという本が、はい、
出まして、まあそれは良かったですね。心が持ってない。なんか冷たかな。いやいや。でちょっと私こういうものも書かせて。ああ、あれが今日計算が日焼けで登場し、はい、やっぱり横浜だな。そんなおしゃれに粋な野球が見られればファンは絶対に見放さない。ありがとうございます。そうして読んでいただいて。おっしゃってますよ、あれが今日計算。ちょっと、はい、そこあんま強調しないで、読んでいただければと思いまして。はい。すみません。何ですか？いやいや、これあのお手に取ってゆっくり読んでいただければと思います。今日いやそういう話でしょ。今日さんのベイスターズがすごい詰まってる、はいはい、ベースボールサミット、やっぱり横浜ベイスターズが好きという、はあはあ、五郎さんに読んでいただければ少しはグラッとくるかなと思います。はい、わかりました。じゃあね、これ語ってる時の京介さんの笑顔がものすごいいい写真が載ってるんですよね。愛が詰まってます、ベイスターズ愛が。はい、今年のベイスターズはどうかなというところ気になりながら、こう一冊の本になっております。ぜひ皆さんもお手に取って。